はい、おはようございます。魚がこと、あゆみです。すっぴんです。朝時間がなくて化粧できませんでした。ということで本日はですね、日本代表対チュニジア代表の試合へ行ってまいります。ということで、ここは羽田空港でございます。朝5時半に起き、羽田空港に来て9時5分の飛行機で行ってまいります。上田綺世選手、町田浩樹選手に会いに行ってまいります。お声掛けしようと思います。ということで、今日の動画はこんにちは、行ってまいります。よっ、おいしょ、種類もあります。それからコーンで行きます。レッツフライト。私立武蔵小杉市地上走行中は地元レッツを元の位置にお戻しください。はい、ということでですね、今三宮っていうところにいるんですけれども、これから阪急三宮駅そうかなに行って、そこからまた電車に乗って阪急神戸三宮駅。今ね、ぐるっと一周しました。
迷子いつでもどこでも迷子です。で今からその電車に乗ってホテルの方に向かってるんですけど、無事着くのでしょうか。でもなんか神戸のイメージとしてはね、新宿みたい、なんか街並みがこういう感じでね。とりあえず無事にホテルへ行けるのかチャレンジ出動。はい、ということで無事ホテルに荷物を置いてきまして、ハーバーランド駅へ向かいます。そっからね、なんかね6分ぐらいでもうね、ナイビアスタジアムの最寄りの駅着くんですよ。近いんですよ。そして私はじゃーん、代表ユニに着替えました。安定の内田さん、ていうか代表ユニ内田さんしか持ってません。そろそろ買わなきゃそろ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 気持ちを切り替えなきゃ。目やば。行ってきます。見つけました、キラン。でも初ノエビアスタジアムへ着きました。じゃん、私は神戸だけ、神戸だがタンドリーチキン丼をいただきます。食します。じゃん。はい、ではいただきます。タンドリーチキン丼。うん、なんか思ったよりも全然辛くない。うまい。鶏漬けにはたまらん。うん、さあ入場いたします。今5時前、キックオフの2時間ちょい前かではあるんですけれども、スタジアムの中に入ったので今ね散策中です。初のエビア。そしてなんか日本代表選手の旗、パネル幕、うん、が飾ってあるから、ちょっとそれをね上田綺世選手と町田浩樹選手を探しに今散策しております。いる2段目の谷口、マッチーじゃない、マッチーいた。じゃあマッチーと写真撮ってきます。マッチー見つけました。じゃあ町田浩樹選手でございます。マッチー、バイバイ。次上田綺世選手を探しに行ってまいります。でもね、うちらさ今週の土曜日さ国立でさヴィッセル戦うじゃん。多分この動画が上がってる頃にはもうその試合終わってんだけどさ、あんまりなんかカシマカシマ言うとちょっとあれかなと思って、多分ヴィッセルサポーター多いかなと思って静かにのっそりやってます。のっそり、うん、じゃない。あ、アルベダくんじゃない。ベダくんいたよ。テンション上がるわ。ベダくん並んでる。私も並びます。じゃあベダくんです。バイバイ。お願いします。
さあさあさあ、見つけてきましたよ皆様。逆もあるんだ、すごい。どうでしたか、楽しかったですか、鹿島トッポーの皆さん。そして私たちは内田篤人選手に来ております。上田くんのユニフォーム買おうと思ったんだけど、なんか上田の名前の表記しかなくて、綾瀬の表記がなかったから今回断念しました。私はマッチーの背番号を確立したら、あとみちゃおさんとかね、代表にね、本当だ、呼ばれてくれたらまたねユニフォームも買おうかなと思います。なんか2人して上田くんのユニフォームはなんか変かなと思って、でも上田くんに鹿島時代から応援してるよって、プロデビュー戦から応援してるよって伝えていければいいなと思っておりますので、っていう感じでございます。私たちがお届けしたヴィッセル神戸のノエビアスタジアムはこのような感じでした。まあ今日は代表戦なので楽しんでいきます。グッバイ。はい、ということで私は今ノエビアスタジアムに入りました。今日は代表戦久しぶりなんですけど2時目でございます。私を見つけた人は声かけてです。スタメン発表ありまして、上田くんがマッチーがスタメンにはありませんでした。後半出てくるとことで気づいてくれますように。牧野さんがいます。国立で土曜日お願いします。うっリーパーリーパーリーパー、まもなく試合が始まります。あと本当にキックオフです。それでは行きますよ。いつもI'm a
ということで試合終わりまして、日本代表対チュニジア代表の試合は2対0で日本代表の勝利でございました。パチ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 。まあ私のね、気持ち的にはやっぱりね、上田綺世選手とね、内田光輝選手がね活躍してくれたっていうか、点を決めてほしかったのと、あとはでマッチューはサイドバックで出てたから、初めてではないけど代表では初めて、いいねマッチューね。上田くんあと最後だけやね、頑張りましょう。誰も知らない。でも最後にね、あの代表のねタオルじゃなくて鹿島の時のタオルを持って、まあいつもね代表戦の時最近持っていくんですけれども、気づいてくれて、でその後ろにマッチいたんだけど、マッチは気づいてたか気づいてないか分かんないけど、まあでも上田くんのタオルだったから分からなかったのかもしれないけど、気持ちを伝えることができました。すっげー爽やかな笑顔で、でやって帰って上田くん、ありゃモテるさ。いや、モテるな。ということで、ちょっと二次予選かな、来月のはちょっとレッスンで行けないんですけれども、また次も来年アジアカップになるのかな、またね、あの代表戦にも行って動画も撮っていければいいなと思っております。久しぶりに飛んで足がパンパンです。ということで、多分この動画が上がるのは11月かな、と思うんですけれども、とりあえず今の日程的には土曜日、今週土曜日に鹿島対神戸の試合もあって、また相手が神戸っていうねあれなんですけれども、国立で試合なので、そこに向けて私も準備していければいいなと思っております。なんのということで、明日はちょっと観光して帰りますので、またその動画もね上げていければいいなと思っております。ということで、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、今日も一日オプリガード、またね、バイバイ。